たび買収されやがって。まあせっかくだしいいんじゃないかな。でも日野さん、ひとみちゃんまで。ほら早く早く早く。ならてめえも作れクソパンダ。頑張れめめ。上手上手。もっと力入れろ。なんで私がこんなこと。働かざる者食うべからず。おい、拾え。食い物を粗末にするな。僕が拾うから。ダメだ、自分で拾え。何よこいつ、パンダをめでる素振りが欠片もない。それどころか、こんな虐待してくるなんて。別に喜んでるわけじゃないんだから。ただちょっと扱いが新鮮なだけで。手を動かせクソパンダ。できたー。よかったねメイメイちゃん。すごいよメイメイ。まあ初めてにしちゃよくできた方だな。私のだから。私の。分かったから早く食えよ。昨日より自分で作った今日の方がうまいだろ。ねえ、メイメイも料理部に入らない？え？おい！お断りします。そんなことしたら毎日その男にひどい扱いをされるに決まってる。毎日ひどい扱い。そもそも通園だってまだ決めてないんです。大丈夫、いつもジンは優しいから。ダメだ、そんなわがままパンダはいらん。